一日だけ考古学者になってみたいと思いませんか？跡形もなく消えてしまった大昔の文明の謎を解くために世界中を旅するのです。発掘道具を持ってさあ出発しましょう。まずは古代の謎が待ち受けるアメリカ南西部に到着しました。ニューメキシコ州アルバカーキ郊外にあるチャコキャニオンに向かいます。この暑くて乾燥した砂漠にあなたはアナサジ族の古代遺跡を訪ねるためにやってきました。繁栄していた文明が謎の最後を遂げたと言われています。数キロ歩いたところでキャニオンの真ん中に石で作られた住居の形が見えてきました。10世紀に建てられたプエブロ・ボニートは5階建て以上の高さに800もの部屋を持つ住居跡。とても美しいこの建造物は砂岩でできています。遺跡に向かって住民は 650km に及ぶ道路網を作っています。中には幅9メートルもの広い道路もあったそう。そんな昔にこのようなものが建てられたなんて信じられません。全てが状態よく保存されています。アナサジ族は紀元前100年から紀元前1600年頃までアメリカのいわゆるフォーコーナーズの地域周辺を統治していました。コロラド州、ニューメキシコ州、ユタ州、アリゾナ州にまたがって77,770万平方キロメートルに及ぶ文明を築き上げました。キバと呼ばれる儀式用の巨大な地下室の中に立っているとアナサジ族に何が起こったのか気になります。科学者たちが木の年輪を分析した結果、アナサジ族は大干ばつの時代を生きていたことが判明しました。この干ばつは23年間続いたとされ、この間全く雨が降らなかった可能性もあります。これが栄養失調や食料、資源をめぐる争いなど彼らの生活に影響を与えたことは間違いないでしょう。しかし3万人もの人々が家から逃げ出すほどだったのでしょうか。研究者によると彼らは所有物をそのままにして家を出たといいます。陶器の鍋にはお玉が、穀物庫にはたくさんの物資が残されていました。まるで戻るつもりでいたのに戻る機会がなかったかのように。長年考古学者たちは干ばつがこの繁栄した社会を消滅させた原因だと考えてきました。しかしそれとは異なる説を支える証拠もあるのです。人類学者によるとプエブロ人は平和的で調和を保ちながら暮らす模範的な人々でした。しかし彼らの建築物はそう示してはいません。彼らは崖の上に集落を作ることで世界から孤立していたのです。そして自分たちを守るために壁などの保護的な構造を構築したようです。彼らは何を恐れていたのでしょうか。最近考古学者がプエブロ人の骨の化石を調査したところ、彼らの文明の末期には状況がかなり悪化していた可能性を示唆する証拠が見つかっています。その証拠に統治者は恐怖を利用し統治していたことが分かりました。厳しいルールに従わない者には厳しい罰が与えられるようになったのです。なぜこのようなことが起こったのかは未だに謎のまま。真相を知るためにはもっと多くの発掘調査が必要かもしれません。ラッキーなことに次の目的地はすぐそばにあります。ニューメキシコ州のブラックウォータードローに向かいましょう。ここは先史時代の遺跡でクロービス人の歴史が刻まれています。クロービス人は米国に居住した最古の人類である可能性があることを知っていましたか？彼らはベーリング海峡を渡り、氷のない道をたどってアメリカ南部の平原に降り立った最初の人類だと言われています。彼らがこの地に足を踏み入れた時、巨大な湧水湖にはマンモス、オオナマケモノ、サーベルタイガー、そして現在よりもはるかに大きなバイソンが生息していました。この遺跡はクロービス人が大型の動物を狩猟していたことを示しています。マンモスの骨や先史時代の祖先がマンモスを狩るために使った石器などが確認されているのです。その中には13,000年前、つまり氷河期の終わり頃まで遡るものもあります。クロービス人の消滅に関しては2つの説があります。最終氷期の最後の1500年間、気候の変化のせいで食料が不足した可能性があります。科学者たちは乱獲によってこの状況が悪化した可能性も考えています。また大きな隕石が北アメリカに衝突したことで気候が変化し、クロービス人が生き残りをかけて南下したという説もあります。
しかし実際のところそのようなことが起こったという証拠はありません。次は太平洋に飛び神秘的なイースター島へ向かいましょう。この地は私たちに多くの疑問を残してきました。高さ4メートルものモアイ像が作られたり、この地に住んでいたラパヌイ族が突然姿を消したりしています。島の北岸にある白い砂浜、アナケナビーチから島へ上陸しましょう。この辺りがラパヌイ族の最初の居住地の一つであったと研究者は考えています。南米から 4800km 以上、最も近い島からでも 1500km 以上離れているのですから、世界の果てに立っているようなものです。人類が初めて到達した紀元800年頃、この島はオアシスだったようですが、現在ではほぼ砂漠化しています。ラパヌイの滅亡を知る最初の手がかりは海岸に掘られた発掘穴でした。炭、道具、骨などの人類が居住していたという確実な証拠が見つかり、中にはネズミの骨もありました。そうです、人類がイースター島に到着した時、げっ歯類もまたこの地にやってきていたのです。そしてネズミが人類を滅亡に追いやることになったようです。ネズミはヤシの木が大好きで、長い年月をかけて島の自然植物を徐々に伐採していったのです。手がかりはもう一つあります。遺伝子データを調べると、1722年頃に南米人がラパヌイ族と接触していることがわかります。他の孤立した集団に起こったことがラパヌイ族にも起こったのかもしれません。未知の集団との接触が病気をもたらし、ラパヌイの終焉につながった可能性も考えられています。旅の締めくくりはカンボジアへ。この国では9世紀から15世紀まで偉大なクメール帝国が君臨していました。その遺跡の数々は壮大です。今回の主な発掘地はカンボジア平原のメコン川沿いに建てられたアンコール遺跡群。この巨大な遺跡は当時クメールの最も重要な都市でした。参考までに、アンコールとはクメール語で首都を意味します。クメール人はアンコールと帝国の他の地域を結ぶ巨大な道路網を構築しており、最盛期のクメール帝国は100万の人口を抱えていたと言われています。産業革命以前の世界で最大級の都市だったのです。参考までに、現代のロサンゼルスに匹敵するほどの規模でした。クメール人は建築や技術にも長けていました。複雑な灌漑システムを構築し、何世紀にもわたって稲作を支えました。また都市間を結ぶために約 800km に及ぶ複雑な高速道路や橋を建設しています。カンボジアの観光名所として名高いアンコールワットなど、宗教的な建造物の複雑さは言うまでもありません。アンコールワットは30年以上の歳月をかけ、約200ヘクタールもの広大な敷地に建設されました。その昔、塔は金で飾られていたようですが、現在は迷路のように入り組んだ鶴に覆われた寺院が見られます。この文明が滅亡した原因は、先に来た研究者たちと同様、あなたにも分かりません。一つにはこの地域の気候が関係していると考えられます。強いモンスーンによって大洪水が起こり、インフラ、特にクメール人が生存のために大きく依存していた用水設備に大きな被害が出たのではないかとも考えられています。しかしもう一つの理由は、地域の紛争と移民であったのかもしれません。15世紀末になると帝国の人口は減り始め、その強大なパワーが弱まった可能性があります。答えはまだ分かりませんでしたが、多くのことを学べたのではないでしょうか。